花かっぱは秋山忠による絵本作品のシリーズ及びそれを原作として NHK 教育テレビジョンで2010年3月29日より放送しているテレビアニメである。緑豊かな山彦村のカッパ池で暮らす頭に皿ではなく花が咲くカッパのような家族、花かっぱ一家やその仲間たちの日常を描いた物語である。テレビアニメは 2006年4月から放送された、ゼンマイ侍の後継番組として放送される。2013年4月には、初のアニメ劇場版である、映画はなかっぱ花酒、パッカンチョウの国の大冒険、ザッツ、花かっぱミュイチジカルパンとご飯、どっちなのが公開された。2014年度まで鈴木がスポンサーだった。テレビアニメ放送以前の原作本ではエコロジーを、 テーマに描かれており、テレビアニメには登場しないポークシティという都会があって、その街は大気汚染やゴミ問題などの環境破壊に悩まされている。なお、テレビアニメ放送以降からの新刊では、テレビアニメの設定とキャラクターが使用されている。テレビアニメにも登場するキャラクターは基本的にテレビアニメと同じだが、花かっぱの家族たちの名前がなかったり、若干の違いがある。 原作のみ登場するキャラクターテレビアニメは原作本から登場人物や設定を大幅に変更して10分番組に仕上げたショートアニメ作品。月金曜日の朝に2話分を放送して同日の夕方に再放送している。2014年度より字幕放送開始。声の出演者の多くは同一の回で複数な役を掛け持ちすることがあり、 その中の一つの役でクレジットされることが多い。また、会によってはナレーションが入ることもある。家族以外の一部登場人物は、クレジットの表記揺れなどが見られる場合もある。また、2021年現在、NHK の番組内で、番組終了時の NHK のロゴマークが変化していない作品でもある。花かっぱとその家族、ももかっぱちゃん、しし十六博士以外は、 アニメオリジナルキャラクターである。花カッパとその家族原作本でなかった家族の名前がテレビアニメで正式に命名される。家族の名前はそれぞれの頭に咲いている花に由来している。花カッパ族は全員に共通して水中でも息ができる。花カッパの家族は皆髪がない点が共通している。また彼らは基本的に着衣のままでも泳げ、 水中を泳いで水から上がった後も着替える様子はないことが伺える。ただし、ももかっぱちゃんは友達と地下水路に入った際には水着に着替えたことがあるほか、ももかっぱちゃんとお兄さんを含む一家総出でシンクロ大会に出場した時は全員が揃いの水着を着用した。また、水に入った後は体は濡れていない様子だが、雨などで水が当たると濡れるということもある。 黒羽や一味テレビアニメで新たに設定された悪役的存在の不良キャラ。背中に羽が生えている。花かっぱの友達ももかっぱちゃんのお兄さん、コケアンの妹ピーヨンなど以外は、花かっぱ同様に学校に通っている。山彦村の人々、その他、その他、鹿男、白熊のおじさん、豚くん、豚の父親、豚の母親、カバの夫婦、 牛の牛乳屋さん、狐のお兄さん、猪神さん、クワガタおじさん、象王の車掌さん、政治家、狐やタヌキの女子学生、鳥おばさん、ケーキ屋のお姉さん、綺麗なお姉さん、抽象画のような造形の母子など、たくさんの住人がいる。山彦村の住人以外にも何人かの登場人物がいる。花かっぱたち以外の他のかっぱ一族、パポン姉妹かは、 花かっぱが咲かせた花で、中には咲かせた本人の性格、体格などを極端に変えるものもある。そのような時に花かっぱは自身の状態が極度に変化したことを覚えていないことが多い。また、通常は単一の植物のみが登場することが多いが、回によっては二つ以上の植物が登場することもある。なお、植物の中には名前が劇中に登場しないものもある。 また、熊外装のように自身が咲かせておらず、学校帰りなどに見つけて飾っていたものもある。実存する植物架空の植物以下にがリゾ想とあげるちゃんが、これまでにした変装についてあげる。変装をする場合は、二人で登場した時はどちらもする場合、片方しかしない場合がある。また、変装は、花かっぱから我が乱を奪うためだけに行われるわけではなく、 違う目的で行われることがある。さらに、変装をせずに、我が乱をめぐってはなか、パラと直接退治することもある。変装は、要因に見破られたものから、見破られていないものまで様々。以下に、四四十六博士の発明品を列挙する。発明品には完成品もあるが、中には開発途中のもの、失敗作、試作品等もあり、その場合は居合わせたはなか。 パラに使用回数の制限や、無断で使わない、胸を言い渡して去っていくことが多い。しかし、大体ははなか、パラに勝手に使われることが多い。そうなっても、大抵の場合は怒ったりしないが、たまに怒ることがある。時々リり像、アゲルちゃん、超ヒョウエラも勝手に使うことがある。なお、劇中で品名が明かされない場合もままある。 以前アニメ制作を担当していたグループタックが2010年8月に倒産したため、ゼベック及びオルムの共同制作となっていたが、ゼベックが解散したことによる事業譲渡により現在に至る。第1期から第4期までは主題歌は A ベックスとのタイアップであった。オープニングエンディング第1期、第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期。 第9期第10期第11期第12期2015年度の放送時間は毎週月曜日金曜日の7時15分、7時25分、17時25分から17時35分で日本縦の放送。午後は午前の再放送。不定期に新作が放送されており、それ以外は過去に放送されたお話の再放送となるが、特定のお話が頻繁に、 再放送される傾向がある。2011年10月より金曜日の通常放送がなくなり、代わりに土曜日17時25分から17時30分に花カッパミニのタイトルで一本だけの再放送が開始されたが、2012年4月から金曜日も通常放送がある形態に戻った。土曜日の花カッパミニの放送も続行。 また、2012年3月23日放送の、花かっぱスペシャル、僕らの大冒険では30分の通常放送より、長編放送になっている。2014年から2020年まで、CS のアニメ専門チャンネル、カートゥーンネットワークでも放送。曜日編成の移り変わりスペシャル番組、通常時間以外の放送 BS プレミアム冬休み、キッズスペシャル、 映画は中っぽ花酒。パッカンチョウの国の大冒険は2013年4月12日公開の初の映画作品。同時上映は短編ミュージカルアニメ映画ザッツ。花かっ葉ミュージカルパンとご飯。どっちなの子供に配慮し、館内の照明を明るめにしたり、ボリュームを小さめにしたり、子供が声を出しても大丈夫などの対応をしている。最終工業収入は 推定1億円。キャッチコピーは、お母さんたちを助けなきゃ。映画はなかっぱ花咲け。パッカン町の国の大冒険に関するカテゴリー。ありがとうございます。